消しゴムがあったんだよね。一塁ダイス、荷物さん。こんなとこにあった消しゴムないないと騒いでて、こシガモスさん、いや、わかんない。わかんないって書いてない。向こうじゃなくて、わかんない。杉本さん、三塁がね、吉場さん。
さんが持ってきてよかったそこのなんか全然疲れてるみたいだね。疲れてるね。気が疲れたんですよ。お前さあ、もう切り替える。もう大石だってしょうがないよ。大石だってな。いえ、いろんなこう、ステージあるじゃないですか。うん、それはもう、頭の中でこう、待ちろ、組み立てていって。うん、それはいいことだよ。はい、あそこにあるから自分で出てきて。あ、はい。なくなってる。12番が入ります。12番払ってたの。そうっす。逃がしてね。こっちの10番のところ、背番号10。このところに12。12番が。
ください。違うよ。違う違う。いいんだ、合ってる合ってる。すみません。申し訳ありません。こちら間違いです。ガイアで練習やっていいですか。練習やっていいガイアで。ああ、ガイアいいよ、ガイア。はい。いいの、間違いない。ね、いいフルネーム変の原さんって。エイチと言った。はい。今さ、はい、こうやってね、ファウルを取ってやったり、こうやってやったり、記録育ててる。こっちから、これつけてないと。アウトはいいんだけどね。だからどこで取ったか、そうそうそう、記録つけてるんだ。キーパさんの肉バレってひどいね。歩くのも止まらない。さんこんにちは。こんにちは。ハニー来るよ。行ってんね。ダメ。ハニー来るじゃん。握ればねくっついちゃいます。本当。来るよ。もらってる。なるほど。
持ちない人入ってくれいいのかな、ベンチに。こっちは全部出したんだけど、行かなくて。スクワロー赤い人が来て洋服が脱げて向こうは外で出されて、うん、こっちも言ったんだけど出てないベンチ座よし、いいな浅田さんに審判長審判長の若い人が来たね。さっきね、コーチがね、40代の2人入ってたの。うん、そう、入ってないの、うん。こうやって当たってた数、数合わねえし。そうそう。で、あの、3時と3時なの。そうだったら、コーチ登録しました。いや、カップとかないんだよ。これ、用意しに。だから、だけども、うん、あの、申し込み書にスコアが、そっちは、そっちは見てない。いや、見てない、そっちは。登録してないと思います。2分の登録メンバーがまだ50名なってないじゃん。なってないって、うん、申し込み者もそうだし、試合 の, そのメンバーもそうだし、書いてないと登録に持ってるの。登録まで見ればそうだ、そうだ、あれ人数が合わないって言うのか。ここは若くてもいい。そう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 。ここは50人。入ってる。バランス、バランス。下は選手登録だから、選手登録だ。うん、
上に書いてあります。上に書いてあります。試合時間何時ですか？始まったの初めての書き出し12時47分、はい、島子と平野島子と山田差し替えて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 待ちか。これはお笑い事じゃないけどさ。待ちか待ちか。待ちか待ちか。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 最初に伝えられて福島の方から新潟へ要するに
営再生で行って、うん、車でそしたら新潟まで行ったらまた妙高の方へ、要するに群馬と新潟の県境の方へ行くわけですね。東京に行くわけですよ。東京に行くわけですよ。あとは旅行のルートにもよりますよ。途中からその途中で折れるような道があるない、ない、まあ、今度はありますけども高速はないです。高速は下道しかない。下道の遠回り考えても下町の下道行った方が時間かかる。私もね、妹たちは福島のね、高速に行ったことで、俺は福島下道下道ばっかりか行かないかな。ほら友達一人がバンドで行って夏休みで、裏番台に200ぐらいして、その足で、ニョークを出て、回ってみようかなって、4日だと。4日あれば、楽勝だな。高速に乗って、それによって、やっぱり今言った、関越で新潟行って、関越で行って、そうそう。どうしたらないのかな。高速はそれしかないですね。途中にね、いろんな高速が入ってた。Okay.
前を突き当てました。
これ関さんのだよね。え？いや違う。これは？それはそうかも。こっちを使ってたら何十、二つあったからな。何十、二つあったんだよ、ここに。で、一個しか。置いとくから。重なってんだってね。そうだ、準優勝したからさ、シートされてんだって。
カンプとメンバー同じだったピッチャーもそうなの。マジか、すぐよ。6点だよね。6?5。5になるの、うん、何だっけ、なったの、なったの、まだ6じゃないの、今5じゃ、6点5だよ、練習の話、5月2日で5だ、練習の話、あの、そうそう、いや、こう際どいところでさ、点を言うって演出を言うからさ、その謎で7点差がついてる。あれさん17年前。行きましょう。
気にしてくださいね。もう誕生日したんだよ。だから71になった。それでほら、一箇所で体重できないから、なんか分かれてる。あれじゃない。ピッチャー変わったね。ピッチャーそう。ピッチャー変わったね。これ第一回。また伊藤さん投げてんじゃん。うん。50番？ピッチャー3番。センターとピッチャー交代。はい。違う、ショートとセカンド。ショートセカンド。入れ替わるね。はい。はい。はい。違ってる？いや、いいです。6が4、4が6。うん。4が6。8が。8が1でしょ？1が1。で、1が8。燃えたね。え？え？え？
え？ちょっとこれいいの？ここいいですよ。FP が守備入ってるけど、抜けてんのかな？あれだ。DP のは抜けてんのか、11が抜けてる。ここに入るんですか？おかしいな。あ、いいね、できたからね。あ、できたからね。でもじゃねえか。で、6と4、これが交代。これが1になる。うん。いやいや、なんか3点じゃないですよ。そうだよ、7点でしょ。4回でしょ。5回、7。16回で。あ、そっか。そうだよ。4回、10点でしょ。あ、そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。あ、じゃあ、4回。積み立てからさ、借りて3年間に返せばいいんだけど。楽しめるからね。私のじゃ県民会館の費用もさ、10万メートル30万つけてさ、1万5000円ぐらいおごしちゃった。そりゃ3年前のあれと違うんだもん。やっぱり元の総数がね、9万5000円。それが出るとそこからポイントが出るんだって。これ入るな、入るな。だけど人やるよね。この間持ってたやつ。シニア、ちょっと待って。来週、あ、ちょっと待って。来週の相手はどこだ。4分の、え？あ、いや、今日の第4試合だからまだ、そう、はいはい。どこ行ってる？
黄色い財布から入れたいんだろう。何だよ、お前負けてたな。守備2回目。頑張っていけ。13、14、18。